知らない人はごめんね。今私の中で一番こうそう流行っているマイブームのモノマネです。めちゃイケって番組にねちょっと出てる子なんですけど、まあドラマでもすごくね今子役としてもう大ブレイク中の男の子なんですけど、めちゃめちゃ可愛いんですよ寺田心くんが。言葉遣いもよくできてるしね、まだ小学生行ってるのかな行ってないのかなぐらいの年齢なんですが、ものすごくこうやり取り上手で大人の心をぐっとこうもうわしづかみにするというようなねテクを持っているね恐るべし子役の男の子のモノマネをしてみましたが、まあさっと引いてですね今日はですね、そう今日もこの、葛飾区の、立石にあります、葛飾 FM かっちゃんスタジオより生放送で1時間お届けしてまいりますので、どうぞ、ドライバーの皆さんなどはイライラせずにゆっくり聞いていただけたらなって思います。ということで今日は早速ご紹介まあしますけれども、実は今日ゲストの方がね来てくださっているわけで、もうどんどんどんと、番組を巻いて巻いていこうかなと思ってるわけで、いつもならもうちょっとほっとした時間にほっとしてから、登場していただくんですが、早速、ギタリストのこの方をご紹介したいと思います。井戸先生。あどうもこんにちは。なんか今気づいたかのような。あどうも。あどうも。あどうもこんにちは。どうもこんにちは。寺田心くん知らない？知らないです。井戸さんそうなんだよね、見てないからね。それでめちゃイケも、まあ、私もこの年齢になってもまだ見てるってのがすごいなと。たまにハマるんですよね、このなんかナイナイの岡村さんがなんつうんですか、いろんなことにチャレンジしたりすごい、一度昔はそのエグザイルの踊りとかめちゃめちゃコピーして踊ったりとか、ああいうこととか、ね、スマップの舞台を、ね、乗っ取るみたいな感じのっていうのとか、なんかいろんな企画によってなんか面白いことやってるななんて思いながらこう見てたりとかするんですけどね。加藤さんの狂犬ぶりがね極楽のね加藤さんの狂犬ぶりが、新メンバーって前何人か入ったじゃないですか。あタンポポの人たち、彼らはまだいるんですか？あいますよ。もう一人お笑い芸人の若い男の子、ジャルジャル。あジャルジャルさんね、僕の大学の後輩。あ関大なんだ、関西大学、そうです。あそうでした確か。まあまあまあそんなことでね、まあ見てたわけなんですけれども、今日もちょっと暑かったんですがね、スタジオに入ってですね、そのゲストの方が登場した時にね、なんて爽やかなんでしょうっていうようなお召し物で風が吹いたっていう この曲みたいな感じでさっとね、早速じゃあそんな素敵なゲストを紹介したいと思います。葛飾を代表する美人歌手三姉妹の長女でもあります翔子姉さんです。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。翔子さん今日はどうしちゃったんですか？もうミニのスカートで、そうミニですね。すごい立ってみてくださいよ。え立っていいんですか？なんかやらしい先生みたいな感じなんですちょっと立ってごらん。オーディションですか？ユーストリームを見てる方に本当ですか？サービスショットそうだねだって今立ったら多分スカートの部分しか見えないいいんですかそれで。いや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 、今上はねちょっと今カーディガンちょっとお召しになってますけれども、はい、白いワンピースそう、で下のスカートがちょっと広がった。そうです、広がった。見たい見たい、見して見して。あらかわいい。あら私そんなお召し物着たことないよ。本当ですか？ここのところ、着てみて着れるかな相変わらずでも痩せてますね。翔子さん痩せてない。夏バテは大丈夫ですか？今のところ大丈夫ですね。なるべくやっぱ食べるようにはしてます。食べれるってことはね、いいことですけれども、そういえば先月翔子さんのバースデーライブ、はい、ね、お邪魔させていただいて、おめでとうございます。おめでとうございました。井戸さんも先月の誕生日だったんだね。そうです、同じ月なんで。そうなんですそうなんです。ありがとうございます。お互いにね、おめでとうございます。ね、でも本当にこの間のそうステージのこともこの番組で早速、
チクらせていただいて、うん、ありがとうございます。ね、しょうこ姉さんも本当ピアノもいっぱい弾いて、うん、いや頑張ってるんですけど ね、いやいや良かったですよ、ずうずうしいところがね、もうすごいしれっとね、そう間違えたけどでもなんか アレンジしたのかなっていう風にね感じましたからね、そうバッチリでしたよ。もうあの15周年の時にピアノをこう皆さんの前で弾くようになって、まあ、大体3年ぐらいなんですよね、今ね。で、まあ、ドキドキいつもするんですけれども、まあ、ドキドキした顔をするなと、でし、いや私まだ全然未熟なんですっていうことを言うなと周りからすごい言われたわけですよ。そんな謙遜して言うんじゃなく、バンと座ってバンと弾けと、そろそろそういう風にトーマスさんに言われそうですねそろそろそういう風にね、ちょっとこう迫力というか、ドヤ感でね、いい意味で、いい意味でそういう風に弾いた方がいいよって言われて、でこの間はちょっと間違えちゃったんですけど、知らん顔して弾き直したでもすごく指がさ、もうやっぱりずっと弾いてらっしゃるからかもしれないけど、本当滑らかなこう、あの調べでよかったですよ、調べでよかったですよ、さとみ大先生に褒めていただいて嬉しいです。何でもないですよ。あの中村明菜さんの、何の曲でしたっけ、ニアモーレ、あれかっこよかったですね、もうね、バンドアレンジでね、そうで、あのショーカンドラディッシュバージョンなんですけど、みんなすごいあのリハーサルの時に結構頑張ってやって、で本番の前に会場でリハーサルをやった時も、いやーこれ緊張するってみんな言ってたんですよね。局長おはようございます局長がガラス張りから手を振っていただいてますそう、それで、はい、あの結構ドキドキ感満載の一曲だったんですけど、いやよかった、なんかすごいあの疾走感っていうかねそうよかったですね。編成はいつものピアノギター、イケメン軍団です、イケメン軍団で翔子さんところのイケメン軍団、トーマス平方さんじゃない、平松、平方トーマスさん、源ちゃん、と吉春さんの2個、でギターのマークイーストさん、マークさんがね、T シャツをね着ててねあの前半はここに胸元に「セイ!」って書いてある T シャツ着てて「セイ!」アルファベットで「セイ!」って書いてあって、で後半あのお色直ししたら「ヘイって書いてあってヘイ微妙セイヘイヘイセイどっちかあのそうなんですよ、ほらお色直しされたんだと思ってなんかね、あのほら坂前ってあのちょっとこうデカめのお洋服、デカめのね、ビッグサイズの、そこからいつもこうなんかあの衣装は取り寄せてらっしゃるんですねなんかあのメニューが来るんですよ、イシちゃんがあのキャラクターのイメージキャラクター、キャラクター、それでそのヘイセイの T シャツがえらく気に入ったの、カタログを見て、いや買いに行こうと思うんだけどって言ってもうこだわりの一着、はい一着でした、そんな演出もね、小粋な演出もあって小粋ですね誰も見てないと思うんだけどいやいやそこがポイントだったみたいですね、なんか変わったような気がするそうなんか胸元のなんかこうね、うん、デフォルあのフォルムがちょっと変わってるみたいなでもあのこの間やった中目黒の楽屋さんも本当になんかずっとねそちらでライブされてて、お客さんはもう高齢な感じで ねバースデーの時にはそうもう毎年、まあとてもねあのいい雰囲気のお店なので、そうですよね、でも毎年決まったところでやるっていうのがもういいかなって、みんなもあの覚えやすい、そう覚えやすいし、うちのほら応援してくださってる方って中高老年多いので、あんまり場所が変わると分かんなくなるからここって覚えとけばね、みんな来やすいかなと思って、いやいやでもやらせていただいてます、はい、今ねこう生でやることってすごくこう、なんだろう、やっぱり真剣勝負の場じゃないですか、私たちにとっては、カラオケで歌を歌うってこともまあ一つのね、あの形ではあるんだけど、やっぱりこう歌い手としてこうはなんかこうなんていうのかな、まあ、アコースティックでもいいし、まあ、バンドのあれでもいいんですけれども、その生の演奏の中でグルーヴして、後ろのバックのメンバーと息を合わせて、その息遣いさえもこう音になって流れになって、でそれをお客さんとこうまたこう、何ぶつけ合いっていうか、
混ぜて混ぜて一つのその空間の時間を作るっていうのは非常に最近では本当大事だよなって思いますよね。本当さとみちゃんの言う通りで、やっぱカラオケってもちろんいろんな音を入れて贅沢に作ったりしてるんだけど、安定感あるしね。そうだけど間違いないけど、いつも同じテンションで冷静なんですよ。でこっちはもっと盛り上がりたいなって、気持ち的にもっとこうなんていうの、微妙なテンポ感がこうアップしていきたいみたいなところがあるけど、カラオケだと冷静だから、やっぱそこがなんかこう訴えかけるものが全然違ってくると、生で演奏してもらうっていうのとは全然違う。だから伝わり方もきっと違う。そういった意味ではラディッシュというバンドは翔子さんにとってはもうあれですよね、もう分かりきってるというか、あの翔子さんのことをとてもこう分かってるメンバーの中で、そうですね。だからもう長いし、あの分かってくれてるし、で彼らはそれぞれに個々に自分の、あの世界観って持ってるんだけど、私のサポートをしてくれる時は、もう私が引き立つように演奏してくれてる、まあ一歩下がった、あやっぱりみんな私を立てるための、怖いんだ当たり前じゃないですか。みんななんかあんなには体の大きい人ばかりなのになんかちっちゃく見えるなんてなめんなよって感じでね、いつもやってるからまあ締めないとね、締めるところはギュッとね、いやでも本当そういうなんか安心してね、翔子さんがもうのびのびとこう、いい姿勢でキリッとね、いつも歌われてるなっていうのをね、私も、同じこう歌い手としての立場としてはすごい、なんか勉強っていうとちょっとねあれだけど、勉強ももちろんなんだけど、そういう言い方はしたくなくて、なんかすごい刺激されるっていう、クソーとか思ったりもね、あるじゃないですか。私ももうちょっとなんかやってみたいとかって、それってでもすごくいい、お互いにね、刺激、そうですね、そういう風にこう感じられる、あの仲間っていうか音楽仲間がいるっていうのはすごくね、ありがたいですよね、歌い手としてはね。そうだからやっぱり私もさとみちゃんの見に行って、あいつもありがとうございます、こういうとこ頑張ろうとかね、やっぱ思うじゃないですか。だからそれはお互いにいい刺激になって、よかったですよね。やっぱり葛飾を代表する、ね、美人歌手としてはね、三姉妹の長女と次女ですから、そうですよ、当たり前ですよ、長女頑張んないとね、次女も続いて頑張ってますよというところで、なんかずっとやっぱりね、トラ姉さん、トラ姉さんは今年もね、いろんなことされてますけれども、ご苦労様です、ね、ご苦労様です労をねぎらわれちゃうね、やっぱほら一番年長者だからこういうのね、そうね、末っ子だからね、末っ子だから親戚のいとこみたいなボンって感じまた8月の30日には、はい、イベントがあって、そうですね、出演されるということですけれども、ライブはもうちょっと6月に結構目いっぱい頑張ったので、7月8月はこうちょっとゆったりしてるんですけど、地元8月30日地元柴又で寅さん祭りに今年は呼んでいただいて、もういいじゃないですか、ホームグラウンドみたいなもんじゃないですか、それで紫の花咲く街でという、ね、葛飾を舞台に先月かけさせていただきました。ありがとうございます。印税入りましたかありがとうございますその曲を、なんかこう盆踊りで去年踊ってもらったんですよ、で今年も多分もう一回踊ってもらえるので、多分その方たちとのコラボもありの私のステージ、歌わせていただけるステージもありの感じで、地元の皆さんにより知っていただこうという思いで、なるほど、トラさん祭りがあります。それとちょっと先なんですけど、10月の25日の日曜日なんですが、東京理科大の金町にあるキャンパスで、ホームカミングデーという第今年で10回目なんですけども、ホームカミングデーがあって、そこでも、図書館ホールで歌わせていただきます。昨年も、はい、でっかいことでね、歌わせ、そうです、去年はホームカミングデーもあったんですけど、産業フェアも理科大で、キャンパスでやっていただいて、綺麗な大学ですよね。私この間ちょろっと、あ本当ですか、目の前をスーッと通らせていただいたんですけど寄ってってくださいよぜひいや大学かと思って、すごい綺麗なね、グリーンがいっぱい、グリーンがいっぱいって、なんか芝生がね生い茂ってて、
はい、そうですか。そこであの図書館ホールの方で歌わせていただくんですけど、うんはい、私多分その25日は図書館ホールで午前中に私たちのライブはあるんですけど、午後からは、あの今年4月から向井千秋さんという宇宙飛行士、はい、元宇宙飛行士の向井千秋先生が、理科大の副学長に就任されたんですよ。でそれで早速今年のホームカミングデーでは講演もされるの で早めに来ていただいて、あの整理券をもらうと入場無料で講演聞けるので、ぜひあの皆さん、地元の皆さん、あのラジオを聞いてる皆さん来ていただきたいなと。その整理券がゲットできないとお金がかかるんですか？はい、お金もかからない、お金はかからないんですけど、入れない、入れない、もう、もう聞くことができないってことですね。です、宇宙の話とかいろいろね。今日ほらゆいさん、そうゆい飛行士、ね、飛んでっちゃい、飛んでっちゃいましたってか飛んでっちゃいましたけど、無事に無事に ねお星様のもとへ、はい、近くへ、それダメだね。宇宙へ飛び立たれましたけどね。宇宙ステーションね。ドッキングもそうです、はい。もう移動されたのかしら。はい、されました。映像が出てました。はい、出てましたね。で5ヶ月ぐらいいらっしゃる。あらら。ご苦労様です。ね、ご苦労様です。この間ね、その、あの向井先生の講演、うん、私ちょっと聞いたんですけど、うん、帰ってきた時、うん、その無重力の世界で、うん、何日間か、うん、あのいらして、あの地球に帰ってきた時に、うん、そのね、名刺1枚の重さを感じたって言ってで、3日もすれば忘れちゃうんですけど、こんなに重たいのっていう、その無重力の世界から、まあ、無重力というか微重力っておっしゃってました、微小重力か、微小重力だから全くのゼロではないんだけど、微小重力の中での暮らしから帰ってきた時に、その名刺1枚の重さを感じたって、重力を感じてすごい嬉しかったって。で、物をこう投げた時にまっすぐ行くんですよね、その微小重力のところ、うん、だけれども、その地球上に帰った時、来た時は綺麗に放物線を描く、その放物線に感動したって言ってましたね。当たり前、私たちはその中で生きてるので当たり前というか、うん、美しいんだね、美しいんだですって、そういう風におっしゃってましたね。ションベン小僧の放物線もね、そうそう、あれも芸術かもしれないしね。そうですね、そういうお話をしてくださるので、とても楽しいと思います、ぜひいらしてください。翔子さんにね、お便りがねちょっと来ているんですよ。本当ですか、うん、嬉しい。コウタロウさんから。コウタロウさん、コウタロウです。あれ違うかな、もう誰でもモノマネに入る。本日は翔子さんが番組出演ということでメールをさせていただきます、はい、だいぶ前の話で恐縮ですが、私は朝の出勤時よくカツ F を聞いておりました、はい、その時のパーソナリティが翔子さん、はい、そして曜日は違いましたが、同じ時間帯で出演されていたのが松下さとみさんと記憶していますが、違いましたっけ。いや、合ってますね、きっと。歌模様の頃かな。そうです、そうです、だから一緒に葛飾生まれの歌模様ですね、はい、で毎週毎週よく聞いていました。最初は軽く聞き流していた曲も、数ヶ月後には口ずさむことができるようになりました。いいですね。今日はそのお二人がお揃いということを、翔子さんのブログで知りましたので、はい、懐かしさのあまりお便りさせていただきました。さとみさん懐かしいです。当時よく流れていたのが私は旅人、そうね、ヘビーローテーションでずっとかけまくってましたからね。この曲を聴くと本当外国に行きたくなりました。素敵な曲ですよね。今も車通勤ですか。はい、そうです。井戸さんの車に乗せていただいて、はい、参りました。そして翔子さん、はい、翔子さんの曲で忘れられないのはやっぱり帰ろかな大阪です。やっぱ気が合ってるね。合ってるね。そう、荒川の土手から夕日に染まった空を見上げ、故郷大阪を思う、こんな自分なりの情景を頭に描いては聞いていました。お二人ありがとうございました。お二人の曲でどんなに癒されたか、これからも心に残る曲を私たちに届けてくださいね、よろしくお願いします。いやね、私ね、嬉しい、葛飾生まれの歌模様をやってる時に孝太郎さんが、メールくださったりとかね、してたんですよね。で私にとってはね、孝太郎という名前はちょっとね思い出のある人で、もしかしたらあの人かしらっていう風に思ってですね、忘れられない人なんですよ。違う人なんですよ、私が私の思い出にある人とは違うんだけど、とてもその孝太郎という響きの名前がね、で忘れられない人なんです。あら、罪な人だね、孝ちゃん。そうなんですよ、孝
太郎でーす。そんな感じの。そうなそんな感じの人で、ね、すごくご縁がね。それからもうずっといい、ね、応援してくださって、私のブログもね時々見てくださって、でいろいろとこう節目節目にはねメッセージを残してくださる方なんですけどね。まあ空気読めてるねじゃないで。マメだな。マメだな。素敵な方ですね。そう素敵な方なんです。ね、今後ともね、はい、ぜひぜひ応援してくださいね。はい、翔子姉さんともども次女もよろしくお願いいたします、はい、小太郎さんには、このダルマイヤさんからのね、はい、ハープ寺本さんより今日も届きました新作っていうか新しいまたお紅茶、はいはい、こちらの方を、プレゼントさせていただきたいと思います。なんかミルクティーにして飲むと美味しいらしいので。缶がまたすごい素敵ですよね、うん、青いね群青色のイーストフリジアンです、うん、フリージアン、はい、なんか前回寺本さんとお会いした時に、うん、神楽坂のお店で、うん、ダルマイヤのコーヒーがちょっと、うん、セールっていうか、うん、特売なんですよ、ねうん、買いに来ましたよ早速。えらいな翔子さん。私とダルマイヤファンの姉さんがいるんですよ、はいはい、その方と二人で買いに来ました。そうですか。いらっしゃいました寺本さん。それはいなかった。いなかったけど、いや幸せだわって言いながら二人でね買い占めて帰りました、本当ですか。寺本さん聞いてますか、ね、いやいやいやということで、孝太郎さんね本当どうもありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ、ここで1曲ね皆さんの曲をね、はい、聞かせていただきたいなと思うんですけど、孝太郎さんもおっしゃってましたけれども、はい、帰ろうかな大阪というのがね、はい、思い出があるみたいなんですが、今日はその曲を聞かせていただけるということで、はい、はい、では、翔子さんの帰ろうかな大阪聞いてください。
井戸タッチのコーナー、イエーイ、第13回となりました井戸タッチ。このコーナーでは私井戸俊則が選んだ心に触れる音楽や音楽家さんたちをご紹介していきます。なおユーストリームでは著作権の都合上楽曲は流れませんので、パソコンからはサイマルラジオ、またはスマートフォンでは葛飾 FM のアプリをダウンロードしてお聴きください。はい。で、まあ、今お聴きいただいている曲はナイト&デイという曲です。ジャズのスタンダード、有名な曲なので皆さん聞いたことあるのあるんじゃないかなと思いますけども、弾いてるのがジョーパス、超ギタリストです。超ギタリスト、超スーパーギタリストですね。そうなんですね。この曲を選びましたのは、はい、実は昔見た映画のですね、エンディングテーマで、ナイト&デイを歌ってたのがすごい印象的だったんです。で、誰が歌ってんのかなって、はい、調べて、映画のタイトルはギリギリ分かったんですけど、誰が歌ってるのか全然調べても何も出てこなくて、 DVD を先日買っちゃいまして、でエンドロールでようやく分かりまして、なるほどなるほど、ぜひこの映画自体もそのね、はい、不思議なラブストーリーなんですけどもね、その余韻をこのナイト&デイという曲が、ね、はい、ですね、そのいい感じでその気持ちをぐっと掴んでくださいまして、ぜひこれを皆さんに聞いていただきたいなと。歌ってるのは誰だったんですか？フレッド・アステアっていう方なんですけども、あがそのこのナイト&デイを歌う、この映画のタイトルを申し上げますと、はい、恋に落ちる確率という、映画でですね、どこだっけな、デンマークですね、デンマークの映画で、いい場所ですね、デンマーク、デンマークのいい場所で、でいい場所で、で、フレッド・アステアさんはもうずいぶん昔の方なんです。87年に亡くなって、てる方なんですけども、俳優であり、作曲者であり、ダンサーでありみたいな、多彩な方なんですね。超有名な方なんで、皆さん一回もし気になる、これから聞いていただきますので、あ、そうなんですね、それで、いい声だなと思っていただいたら、ぜひ調べていただいて、ね、あなたの心にタッチしたならば、男性ジャズボーカリストではだいぶ聞きやすいんじゃないかなと思うんです。すいませんすいません、こんな情報でいいんじゃないですか、ね、恋に落ちる確率もぜひ、見ていただきたいと思います。なんか色合いがね、いいですよ、ね、なんか大人のあれですね、暗い全体暗いトーンの映画で、夜にワインでもさ、もうすぐ荒いですけど、回しながらこう見たい感じろうそくのキャンドルだけでね、で猫ちょっと膝に乗せてね、それブランデーかいでもそうです、なんかちょっと大人の雰囲気、まあ大人が見る映画な感じですよね。簡単に言いますと、うん、不倫なんですよね。あ、不倫なんですけど、恋に落ちた瞬間、本当は恋人がいたんですけど、その恋人が自分のことを忘れてしまうっていう、人妻に恋をしまして、そう、恋に落ちると全く忘れちゃうの、元の彼女が自分のことを忘れていて、っていう二者択一の幻惑のパラレルラブストーリーですから、あ、読みましたねここ、宣伝文句を読みましたねそれが一番いいですね。それが結構そのなんていうんですかね、時空っていうんですか、なんか不思議な世界観というんですか、そういうのが僕 その心に刺さりまして、その見終わった後のエンディングの心を、そのナイト&デイがなんかいいですね、そのね、あれしてくれたっちゅうことで、あれしてくれた、始まったあれしてくれた曲、ぜひ皆さん共感していただける方がいれば嬉しいなと思いますけども、はい、
じゃあ早速聞いていただきましょう、はい、フレッド・アステアでナイト&デイ。
聞いていただきました、うん、フレッド・アステアでナイト・アンド・デイでした。男性だったのよねって。そうです、そうです。まあさっきあの紹介のところで男性の男性にしてはっていう中で、ね、うんうん、くだりがあったんで、あ、まあ男の人だろうなとは思ったけど、確実にあ、やっぱ男性の歌だったんだと、うん、多分作曲はコール・ポーターって方でしたね確か、うんうん、だからコール・ポーターの 歌はもうちょっとゆったりしてるんですけど、うんうんうん、このフレッド・アステアさんの 歌、うんうん、アレンジっていうのは、はい、まあ、フリーのところと、うんうんうん、リズムに乗るとこがちょっとおしゃれにアレンジされてて、全然今もおしゃれだなと思って聞いて、あ、なるほどね。いや、あれしましたけど、いいですよこのあれしましたねなんかこう外のカフェなりなんかね、外でちょっと飲みながら聞きたいな、さっきの映画のもう見たいなっていうようなね。あ、ぜひ見てみてください。今回初めて、はい、心に触れる曲を、うん、はい、ご紹介したという形で、はい、よろしかったでしょうか。よろしかったでしょ誰に聞いてるんでしょう井戸さんのコーナーなんですけど、あ、なるほどと思っていただいてよろしかったでしょうか。はい、それ日本語間違ってるという注意されないようにね何々でよろしかったでしょうか。そうですよ、ね、注文は、うん、ありましたけど、はい、ということで、はい、井戸さんのコーナー、井戸タッチのコーナーでした。はい、さて後半ね、もう6時40分か、だいぶこのね運転するにはちょっとね、ライトがつき始めて、危ない時がね、運転しにくい時間帯でもありますので、皆さんドライバーの皆さんはぜひともお気をつけて。あれですよ、ちょっとまだ明るいかなっていうぐらいでもう微灯つけちゃっていいですから、ね、うん、もうつけちゃいましょうね、うん、がっつりね、うん、おはがきの方もいろいろいただいていて、初めての方なんですけど、兵庫県尼崎市池留様、まあ、あ、キミコさん、ありがとうございます。もうフルネームで読んじゃったよ、書いてないからごめんね久しぶりに地元大阪宮古島神社の夏祭りへ、小中学校の後輩のライタ君と行ってきました。よくこの番組にお便りください。エリート学校じゃないですか。あ、そうですねこれ卒業すると ね、なかなかのね、もう病院と仲良くなるというような大学病院にもね行かなきゃいけなくなっちゃうみたいな、ライタ君がのと行ってきましたって、立派なだんじりの前で撮ってもらいましたっていうことで、 お写真をね送っていただいたんですけど、うん、キミコさん自分だんじりの前に立った写真を送ってくださったんですけど、目のところに黒いマジックでこう隠したってちょっとなんか犯人像みたいな感じで送っていただいちゃったんですけど、ありがとうございます。立派な出汁ですよね。もうやっぱり夏から秋にかけて、あ、出汁っていうかだんじり、秋にかけてはもう祭りですからね。私もねお祭り結構嫌いじゃないんですよ。兵庫県というか関西は結構こういうお祭りが多いと今さっきちょっと話こちらの方でしてたんですけど、私の好きなお祭りっていうのが、これも兵庫県の三木市にある、うん、何祭りだったっけ、忘れちゃったよ名前が今一瞬出てこなかった。兵庫県の三木の、お祭りがありまして、それが何もです。喧嘩祭りとかねいっぱいあるじゃないですか。それに喧嘩するわけじゃないんだけど、ものすごい体力を使うようなお祭りでして、兵庫県の三木祭り、まあ、あるんですけれども、80段以上の階段を100キロ以上、重いものでは本当は100キロとか1トンか、うん、ごめんなさい、うん、重いもので1トンするものを担いで上がっていくんですよ。あれですよ、1トン、重いものでは1トンぐらいある大きな屋台を何十人かで担いで、その結構昔の階段だから神社が上にあるんですよ、その神社に向かって登っていくんですけど、歩くんですよね、歩くんですよ、最後ねその階段を登っていくんですけれども、その階段がその本当に足ちょっと雨が濡れても登っていくんだけど、つるっと滑ったりとか、下手したらバタンって落としちゃったりする蝶もあるんですけど、それを毎回落とさずにしっかりとこう抱えて上がっていくわけですよ。だから下からこうみんな見てるんですけど、屋台がこうダーンとこうもう斜めになってるわけで、今にも滑り落ちてくるんじゃないかっていうような恐怖も
味わえる、でも男の力強さを感じられる、うん、いいねお祭りなんでね。三木市それは多分おみこ、みこしを奉納するっていう、そうそうそう、お神様を連れて神社か、うん、そう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 、それぞれの町がね、いろんな町があって、いろんな、なるほどなるほど、何町もこう次々上がっていくわけですよ。テイクオフみたいな感じで、かっこいいですよ。で、今いただいたきみこさんのねメールで、立派な、まあ、私だんじりって調べてもらったんで読めましたけど、うん、あの地盤の字に車って書いて、うん、だんじりって読むっていうのを今日初めて知りましたね。翔子さん、はい、翔子さんも大阪のねご出身だから、う、うんうん、私も初めて知りました。いつもだって なんかっていうとひらがなで書いてあるんですよ、うん、だんじりってね、うん、いや勉強になりましたね。あのだんじりって言ったら、あのだんじり祭りの要は うん、あそこだけがだんじりっていうのかなと思ったら、うん、こういうあのおみこしじゃないけど大きな、こうこれはおみこしとは言えないね、やっぱりだんじりって言うんでしょうね、うん、ものすごい大きいし、下に多分車輪がついてるタイプなんでしょうか、うん、これすごいですよ。あの欄間みたいなこう、うん、ね、木彫りの装飾と、なんか新調されたらしいですよ、うん、かぶりついてる、あ、鬼か何かがかぶりついてるこれこれなんか源氏物語っぽいの、 なんだろうね、なんかそういう物語を彫ってるんですよね、みんなね。あれあるじゃないですか、ヤマトタケルの時代じゃないですか、うん、でここになんかカメハメハーみたいにこう出してる、あのいろんなね装飾がされてて、こういうの見ると興奮しますよね。すごい、結構大変な、 でもこういうお祭りがあるからこそさ、都会とか、まあ、地元を離れた人間、若者が祭りだと思ってこう帰るきっかけにもなるから、また恋もねまた芽生えちゃったりとかしてね。ねえ、ライトンデイ。はい、ということで、じゃあね、初めてのきみこ様にも初めまして記念で、じゃあ美味しい紅茶を差し上げますので、家のご住所かしっかり書いてありますね。書いてありますね。住所の方はとか言っちゃったら大変ですけど、お送りさせていただきますので、アイスティーなんかにしてみて美味しく召し上がっていただければと思います。お便りありがとうございました。さて、しょうこ姉さん、じゃあこれから私たちもちょっとお歌をね、はい、歌わせていただこうかと思うので、今日はいつもは寺本さんがいるときは、うん、審査員のハープ寺本さんが聞いてくれて、はい、今日は、はい、歌手のしょうこさんが、はい、特別審査員。わかりました、まあね、聞いてる中で緊張しちゃうね、緊張しちゃうね、あドキドキ、耳の穴かっぽじって聞いて違うとか言われながらね今日歌わせていただきたい曲なんですけれども、やっぱり私のね、あの頃ソングスより、1993年1月27日にリリースさせていただきました東芝 EMI からのラストシングルですね、私にとっては、本当はねという曲なんですけれども、本当は点つけてねの後に点点点っていう風に文字では書くんですけれども、その後ですね、他にも本当はねと同じタイトルの曲が 2,3 曲あるんですよ、世の中に、ひらがなで、なんじゃいとか、後出しかいって、そっちの方が売れてるじゃないかいっていうね、ちょっと怒りがあったりしたんですけれども、なんとこの作品はですね、木下哲丸さんというペンネームなんですけれども、牧原紀之さんが詩と曲を書いてくださって、書き下ろしていただいた曲なんですけども、最初は友達の笑顔っていうタイトルだったんです。だけどその当時ってなんかインパクトだとかさ、やっぱりこうシングル曲なんでシングルっぽいとかっていう、そういうことで牧原さんにお願いをしてタイトルを変えさせてくださいっていうことで、本当はねっていう曲にタイトルにねさせてもらっちゃったんですよね。牧原さんにしたらやっぱりね、あんまりこのタイトルで出来上がったんだって多分思ってたんでしょうけれども、でも許してくださって、そんなストーリーがありますけれども、怒ってないかな小室哲哉さんは、自分の曲いじられたくないから、期限ギリギリになって出すらしいです。あ、でもね、そういう気持ち分かる、こんだけ苦労して書いたのになんかこっちの方がキャッチーだからこうしろああしろっていう、そういう直され方は嫌だと思いますよ、商業的なね。そうそうそう、でも結構昔はそういうのも
ありましたね。本当。ねえ、長いタイトルが流行れば長いタイトルにしようかっていう。わかるわかる。まあそれもまあっていうことであれでしたけれども。あれでしたけども。ということで、じゃあ、編曲の方は門倉聡さん。で私が直々にあのもう門倉さんでっていうことでお願いして作っていただいた。CD の中では結構あの。バイオリンの音色から始まるようなちょっとチェルシーも君にあげたいみたいな CM ソングっぽい感じの雰囲気の曲なんですけれども、うんはい、それを、井戸さんのガットギターでソフトに仕上げてお届けしたいと思います。寒くないですか井戸さん。なんか手が先月はね震えて指があんま動かなかったんで緊張もありますから。大丈夫です。私もちょっとねかもう歌詞吹っ飛んでるかもしれないんですけどしれっと歌います。しれっとやりましょうか。しれっとやりましょうか。じゃあ聞いてください。聞いてください。ねえ待ち合わせのあなたはいつも少し背中丸めて壁にもたれて時計を見てたねえあの小さな遊園地コースターが落ちる瞬間二人の街が
ありがとうございました。ありがとうございました。松下さとみ、1993年にリリースされました、東芝 EMI より。本当はね聞いていただきましたが、審査委員長の翔子さんいかがでしたでしょうか。100点満点ですね。ありがとうございます。すごいいいね。キンコンカンコン、すごいよかった。やっぱでもこのメロディーがやっぱり最高ですよね。伊藤さんのギターも素晴らしいし、うん、ありがとうございます、うん、いや、さとみちゃんの、ね、歌もぴったり、この詩の世界に、ね、今から20何年前のね、いや今でも大丈夫全然やつなんですけど、ちょっとね少し酒焼けでね声がハスキーになった分がまた、いやでもね、いろんなね、私の青春時代もこう走馬灯のようにくるくる、うん、回りました、回りました、うん、本当ですか、うん、すごい私好きな人がいて、うん、で太郎さん確かに太郎さんはねちょっと大人になってからなんですけどね、高校時代にすごい好きな人がいたの、うん、で私も勇気を出して写真撮ってって言ったの、うん、だけど、うん、いいよって言われて、うん、なんかね学園祭かなんか あのキャンプファイヤーの時に撮ってって言って言ったらいいよって言われたの、いや嬉しいなと思ってツーショットで写真撮れるなと思ったら、俺も私もとかでブワーって入って集合写真になっちゃったっていう。 あららら空気読めてないな。写真のね、コウタロウさん見られなきゃ本当ですよ、みんな全然分かってないよ、本当にコウタロウです。寺田かからです。そう、ここは二人で撮るんだからって言ってね、そうそうだよ、なんでその時に脅さなかったのね。今ならね、今なら言いますよ、今バッサリね、切り捨てられるのにね、来るなそうってね、寄るな来るな言えるけど、その時はやっぱりこうドキドキしてるしね、若いウブだったから、やっぱりその周りの子たちまだ子供だからね、分かんないのね、だからこの気持ちが分かる、本当はねって、好きだっていう気持ちをね伝えたいけどね、その相手の人はふふんとかって分かってないなみたいな、ね、あの言わずに卒業してしまったパターンっていう感じになるんでしょうかね、うん、井戸さんもまあどうですか、言われたことあります？言われたことは、あるでしょう、ないかな、いや告白されてとかね、あるか、あるか。じゃあその辺はこの後のネットだけの放送で、お母さんには内緒の話ということで、インターネット上だけの特別コーナーでまたお楽しみいただければと思いますけれども、来月8月の27日木曜日に皆さんとお会いしたいと思います、七尾の皆さんには9月1日の火曜日となりますのでね、お聞き逃しのないようにまた聞いてくださいね。ということで、お松下、お松下ほら自分におつけちゃったわ、ご丁寧に。松下さとみの音楽っていいな、また来月までお元気でいてください。お相手は私、松下さとみと井戸としのりと翔子でした。翔子姉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではさようなら。数えながらいつも通りを描いてゆく、木漏れ日を二人でくぐりながら、一瞬は二人で重ねた。
祈っていいなのコーナーでででででででん反応しちゃいます。どうも皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。すごいスリーショットですね。またねなんかいいじゃないですか、両手にね、なんか両手にあれで、以前いや私も自分では言えなかった、花とはちょっと言いづらかった両手にあれ、以前出していただいた時に、うん、あの私とさとみちゃんのパワーに、うん、井戸さんどうしたらいいんだろう、うん、姉さんたちの会話の中に入ってっていいのかなみたいな、すごくこうねこんな感じでそう、いるっていうのを、あのね、おなんかぬいぐるみのようにっていうか、うん、置物のような状態でね、うん、いらっしゃいましたか。最近はね、うん、グイグイですよ。あ、だいぶ大人になったからね、うんうん、まあそう、それはあるかも、うんうん、ほんでほんでさっきの話の続きだけど、はい、何言われたんですか井戸さんは。え、何も別にあれですけどあれ先輩、高校の時、先輩写真撮ってください、うん、後輩はもうダメでした。ダメでした、うん、後輩からあんま人気なかったんですか。帰宅部だったんで、第二ボタンとか頂戴とか なかったんですか。あ、なかったです。友達は ありましたけど僕なかったです。へえ、翔子さんなんか取られた方じゃないですか、女性なのに。いやいやそんなことないです。松下さん取られそうです。私ね、取られ、あの、あ、男の子と女の子からボタンくださいって言われて、まあ私もデビューしてたんで、そういったちょっとね、あ、松下さとみでボタンくれよみたいな感じだったかもしれないけど、でもなんか不思議な感じでしたね、まあいいですけどみたいな、いいですけどなんか変な感じでも、意外とあれ取れないのね、しっかりついてから、うん、そう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 結構無理やり取るそう、もうひっやっぱりかハサミかなんかで切ってると糸が意外に取れなかったりとかしたんですけどね、あ、うん、あ、高校の時だったらブレザー、ブレザーでしたね、うん、あ、ブレザーセーラー、うんうん、私ずっとブレザーだから中学もセーラー服じゃないし、私もそうです、中学もこんなだし、うん、ずっとブレザーでした。僕中学校は、うん、あの学ランでしたよ。うーん、おー、井戸さんの学ランそういうさ、うん、真央カラーのほらシャツとかそういうのも、うん、今あんまり着ないじゃないですか、うん、想像がつかないね、なんか、うん、いやブレザーっぽいイメージ着てほしいね。高校はブレザー着てましたけど、帽子はじゃない、その学ランの時は帽子帽子とか被んないの、学ランの時こうなんか大学帽被らないですで、ま、丸いメガネしてさ、牛乳瓶みたいなやつ。あ、でも私の学校は中学も高校も男の子学ランでしたね。学ランだった。女子はブレザーなのに、女子ブレザーで、へー、そう、ビーバップハイスクールではね、うん、セーラー服なのにね、うん、学ランの横にはね、絶対憧れましたよね、セーラー服。翔子さんの時の、うん、不良さんたちのお洋服の感じは、うん、短ラン、スカート長くて短い感じですか。いや、時代は長いです。うん、スカートは長いですよね、引きずるような長いですね、長く長い。それで、うん、何短いのを着てる、うん、あの男の子もいた、うんうん、自分で、うん、切って、うん、で長い、もう引きずるような長い人もいたし、うんうん、それで授業受けるんですか。受けます。マジはしてないですか。そ高速に高速にやらせてないですかうーんとね、うん、それが多かったのは中学の時かな、うん、中学生でやってる子は、うん、もう高校になるとあんまそういう人いなかったけど、まあまあ、多分進学校だったりっていうかね、きっとお勉強のできる学校だと、あのお行儀いいじゃないですかね、大体 うち全然だったんで、うん、ものすごいデビューが多かったから、高校デビュ もうボーイデビューみたいな人がいっぱい、私たちのはもう楽器背負って、うん、頭がすごい緑色の頭とか金髪とか、平気でそんな感じでバスに乗って、うん、なんかね、うん、男の子は高校、うん、中学はほらちょっとやっぱこうやんちゃしたいって子が結構いて、うんうん、またそういうなんかこうヤンキーブームじゃなかったけど、うん、そういうのだったから、うん、割とこうあの制服もみんな自分でこう勝手になんかいろいろアレンジしてた、うん、高校になるとあの高校が校則がほとんどない高校だったんですよ、フリーダム、そうだから一応制服もあったんだけど、うん、だからまあ学ランっていうかちょっと長めにしてても、うん、ボンタンみたいな履いてても、うん、別に学校としては何も言わなかったから、だからまああんまりこう抑圧されてないっていうか、うんうん、だから自由、反抗心がないから、あんまりない、ね、うん、ただ女の子は割とスカート長めの子が多かったですね、うん、うちら長いのと短いのと両方、うん、使って一人二本持って、うん、そうね、そうね、
今日は短い気分とか、今日は長い気分。短いのは普通のより今の子みたいに短いんですか？あそこまでは短くない。短くない。膝上ぐらいね、うん、あ普通 の, あのスタイルは膝下何センチぐらいが普通。中途半端なふくらはぎが一番太く見えるところの位置なんだよね。あれが普通。バランス悪いですよ ね, ね。長いか短いかの方がね、うん、足が綺麗に見える方がいいよね。ちょっとまあヤンキー寄りの人は長いくるぶしぐらいか、うん、あとは膝が見えるぐらい、うん、膝ちょっと膝見える人は靴下何履いてるんですか？靴下いろいろ短い足首だけの、うん、足首までの 今の男の子たちが履いてるぐらいの短い靴下か、でもハイソックスってあんまりいなかったような気がする。でも短いスカートの時はハイソックスでしたよ。そうだった、うん、へー。ルーズソックスはまずなかったな。なかった私の時代にはなかった。なかった、うん、自分で編まなきゃあんなのないわみたいな。そうないない、うん、僕の時は全員ルーズソックスでしたよ。あやっぱ世代が ね、うん、あれどう可愛かったですか、ルーズソックスは男の子からして。ルーズソックスがなくなる時に紺靴下に なったじゃないですか、うん、あの時に初めてちょっと違和感を感じましたけど、うん、ルーズソックスしか見てないから、うん、中高ともルそうだ。普通の靴下だとやっぱダサいイメージはありましたよ、うん、ガンダムみたいなやつが良かったのね。あそうそうそう、だそう今思うとそう思いますよね、うん、なんか細いとこないから、うん、っていうとあれですけど、うん、うんなんか面白い時代で、ね、時代も変わればね、うん、全然違いますよ ね服装もね。だ今の子たちのあのすごいミニスカートっていうか、うん、学校は大丈夫なんですかね、あれで。どうなんでしょうね、うん、もう男の子たちも、うん、なんか別に何とも思わないんですかね、うん、もうあんだけさらけ出されると、うん、興味なくなっちゃうっていうか、いや、ね、あらって思うのかしらね。僕はねパンツを見えちゃうときあるじゃないですか。うん、だから見えちゃうのはアウトなんですよ。うん、見えそうで見えない。そうそう見えないのはいいんですよ。今日の翔子さんみたいな感じがね、一番ね、うん、大好物ですよね。すいません中高年なんですけどね、もう本当に。いやアイドル目指してるんですよ中高年のね。、うん、すいません、もう君まろさんもびっくりな感じ で私たち行きますよ。いやもうだってこれから増えてくるんですもん、中高年人口すごいじゃないですか、うん、その中の、うん、アイドルね、アイドル、うん、そっかそっか、まあ、でも見えないです私の場合はね、うん、見えなくしてます。安心してください、安心してください、うん、見えません。見えません。下に、まあ、あの膝上までのなんかケイトのパンツ履いてます。そうそうそう捨ててこう履いてます。桃式桃式あるじゃないですか、アニメとかだと絶対スカートの下に、うん、あのヨーロッパのお姫様が あるある白いの履いてるじゃないですか。あるある、うん、ペチコートとかでもね、うん、何枚も重ねてね、うん、なんか見えないようにしたりとかね、うんうん、あるある。あだ可愛いよね、あれはあれ、うんうん、あれはいいと思います。うーん、着てみっかそれ。着てみっか。それ着てみっか。翔子さん着てみっか。着てみっか。葛飾はそれでカッポカッポ歩いて。そう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 、捕まっちゃったりしてね。島歩いてる歩いてる。捕まる可能性ありますけど。そうよね。あの本当皆さん。もう大胆だから困っちゃうわって、ハラハラしますよ。あの電車乗っててもね、うん、今の学生さんたちって本当に太ももあらわでね、うん、それでなんかこう足をこう閉じてればいいんだけど、バンってその結構ね、うん、あのオープンな感じでね、いいのとかって思っちゃう、うん、そんなことするとやっぱりね、若者たちは刺激的じゃないかなと思う、うん、男の子たちはね。もうおじさんが痴漢するじゃないですか、うん、なんかねえ、うんうん、誘ってるあの格好は誘ってるんだ、うん、そう、もういいようにこう解釈しちゃうわけですね。そうそうそう、誘ってる僕を誘う、この子を助けてあげなきゃって思っちゃうわけだよね。そうだからね、今ほら盗撮とか結構あるけど、やっぱ女の子も気をつけないと、そう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 、どうぞって感じもあるじゃない、うん、で今すごくこう昔みたいにじゃなくてね、うん、携帯とかでも撮りやすいでしょ、うん、いくらだって撮れるじゃない、こうやってなんか、うん、あのスマホやってる、そう自撮りじゃなくてパンツの中撮りできるよね、あれね。だからその撮る人ばっかり責めるけど、うん、撮られる側もやっぱ気をつけないと、それはね、あれですよね、うん、多分写真はパシャって言いますよね、うん、
でもビデオって言わないよね。そうそうそう、危ないね、それか、うん、なんかこう映らないパンツとかないかね、あの映像にこうなんかなんかグシャ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 ってなっちゃってる。アメリカのそういうパンツ、アメリカの軍が開発してましたよ、なんか。あ、本当、うん、あの服で透明になる、うん、おー、映らない、戦場で 目に見えないんです。後ろの背景が見えるから、透けちゃう。透明人間になれるの、すごいじゃん、うん、服もあるらしいですよ、すでに。なんか魔法の世界だよね、うん、へーすごいね。パンツの話からね、そんなに飛ぶとは思わなかったですけど、それをぜひ、ね、女性はみんなパン、日本でパンツで売り出したら売れるのかね、うん、なんかそれもそれで寂しくなっちゃう気持ちかもしれないね、そこ透明だよねみたいな、それだけ透明そこが見たかったんだよね透明ってまたねすごいけど、うん、怖いな、いろいろ開発されてますね、開発うーん、さっきも音楽のね、この、うん、あの音楽っていいなの番組始まる前に、うんうん、3人でやっぱあのね iTunes でしたっけ、うんうん、Apple か、うんうん、音楽の定額配信、うん、1000円ぐらいで聴き放題ですよね、うん、まあね、もう昔はシングル1枚1000円ですからね、うんうん、もう音楽の価値がやっぱ下がっちゃうよねっていう話は、うん、してましたけどもね、ねえ、うん、ちょっとやっぱり結局どうなっていくんだろうかなっていう思いもあるんですけど、価値が本当に音楽、そうそうそう、音楽の価値がなくなってるのと、うん、なんか崩れてきてますよね、うん、すごい悲しいなと思う。結局自分たちで自分たちの音楽を安くしてってしまってるっていう現象はね、うんうん、やっぱりお金に目がくらむとね、うん、人間お金にて人が変わるっていう、うん、映画もあるじゃないですか、うん、でも、まあ、僕はドラマ好きなんで、うん、海外ドラマ、ドラマとかはまだいいと思うんですよ、うん、映画は映画でレンタルだけにした方がいいんじゃないかなとちょっと思うんですよ、ね、うん、配信とかじゃなくて、配信じゃ、定額じゃなくて、うんうんうん、映画って結構金かかってるじゃないですか、そうだね、うん、まあ、それで見てくれる人が多いんだったら、まあ、どうの分かんないですけど、でも私もまた久しぶりに映画館行きたいなって思ってて、ジュラシックパークとか、うん、なんかああいうなんかドワーッとくる迫力のあるものとか、うんうんうん、スターウォーズも早く見たいなとか思うんですけど、映画館、うん、その箱がさ最近ちょっとこうなんか、うん、ツーシーターとか、なんか個室っぽい感じとか、なんかちょっとねゴージャスに、そう、うんうん、私すごくそれ待ってたんですよ、うん、なんかどうせなら横ちょっと大きなソファーで横にね、うんうん、腰が疲れたらちょっとこう寝そべって見てみたいとかいろいろ思ってて、あれいいですよ、あの漫画喫茶いやいいですとりあえず漫画喫茶に横になりながら見れますか、ね、寂しいじゃない一人では寂しいじゃない、そんなね、いや本当それはねなんかそう相乗効果っていうか、やっぱ多少お金はかかるとしてもそれだけの、うん、なんか素敵な空間の中で味わえるからとかさ、うん、そういう何か価値っていうものをきちっとなんかこう作って、うん、より良い価値になるんだったら、うん、多少お金かかっても、うん、心が豊かになれればね、そう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 って思いますよ。ただ安かろういい、ね、安かろう早かろうみたいな感じのその世界で、うん、みんなちょっと懲りてるじゃないですか普通、うん、そうね、うん、だからもう今は全てがなんかそうなってるでしょ、うん、簡単にして、うん、簡単に、うん、なんていうのかな、安ければいいみたいな、うん、昔はあの物もあんまりなかったから、うん、例えば私なんかでも子供の時に傘買ってもらったらそれをすごく大事に持ってたけど、うん、今は本当にそのビニール傘とか、うん、で100円200円で買える時代になっちゃったんで、うん、乱暴に扱、まあ物もすぐ壊れちゃうけど、でも乱暴に扱ったりすぐ捨てちゃったりとか、うん、使い捨ての時代じゃないですか、うん、だからやっぱり全てがなんかそうなってしまっていて、音楽にしろ映画にしろ、だからみんながこうすごいなんでこれすぐ捨てない人夜鍋して塗ったの自分であのキーケースなんですけど、うん、すごい大事に、革のキーケースボロボロなんでもうちぎれちゃいそうだったんで、
糸で縫いました。素晴らしいね、うん、やっぱ物を大事にするって大事ですよ、こういうことかなと思うんですよね。本当そうですよね、うん、だからやっぱりなんかね、そういうところから人間自体がこうかん、そういう感覚が失われきつつあって、うんうん、あると思います。それで例えば私たちが歌いに行っても、うん、歌手っていう仕事をなんかこうちゃんと認めてくれなかったりとか、うんうんうん、なんかこうなんて値段で考えるんじゃないけど、うん、安く扱われたりとか、うん、あの CD 自体もなんかこう、うん、そんなん高いから買わないとか、うん、じゃなくってやっぱりそれはそれなりの価値をあの多分感じる心がちょっとなくなってきてるのはあるかもしれないですね。タッチしないとね。タッチしないと、うん、やっぱ例えば生演奏がやっぱりいいんだよってこっちがいくら言っても、うんうん、そりゃそうですね。いや打ち込みの方がなんかゴージャスじゃんって、そう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 、安いしゴージャスじゃんっていう感覚の人もやっぱり いるけど、うん、そういう人たちが今後増えていく可能性もあるじゃないですか、うんうん、でもなんかそうでもないような気も私はするというか、うん、信じてるんですけど、うん、まあでも生演奏の良さっていうのは多分は みんな分かってるとは思うんですけど、うんうん、絶対あるね、うん、だってあんだけ昔で言うとすごいさ、うん、もう打ち込みのもうガンガンの音圧のシングルが大ヒット中の中、うん、あの灘草々、うん、みたいな、うん、その、あのバラード、うん、昔を懐かしいジーンとさせるやつが、うん、やっぱりはってみんなそこに心が惹かれていったわけじゃないですか、うんうんうん、あれですよね、なんかね、ああいう心をやっぱりまあ私たちもそういう風に取り戻さなきゃいけない、うんうん、そうあの聴いていただいた人というか、うん、う流れてる曲でね、うん、私たちの歌がポッと流れた時に誰かがはっていう風にさせられないとダメだよねっていうところでしょうね、うん、曲がり角です ね、 角時代の角曲がり角、うん、本当にそう思う。アーティストたち本人が、うんうん、こだわって何か生み出したんであれば、うん、あのやっぱりアーティスト本人がどう売るかを考えないといけない時代かもしれないですね、うん、そう、うん、本当そうよね、うん、なんか画像今パッと見たら安いキャバクラお客さんが熱心に話してるよなんか二人ってそうよね、スナックだね、キャバじゃないな、スナックだね、そうよね、まあまあ本当人生はね、しがらい、せちがらいはねみたいな感じ。僕はもう一個思うのは、うん、そのシェアっていう言葉でちょっと今後どれだけ増えていくのかなってちょっと思うんですよ、うん、音楽と映画がシェアになって、うんうん、要は物を持たない時代に近づいてるのかな。車もそうだしね今ね、うん、で一個僕が考えたのが、うん、労働力のシェア、うん、労働力のシェア、うん、それは要は会社に属していますよね皆さん、うん、あの働いてる方、うん、ただ労働力をシェアってことは会社が労働力をシェアする、うん、今日は彼を使おう、今日はあの人を使おう、うん、ってなって労働者が自分はこれができますこれができますっていうのを常に持っていて、うん、会社には属してない全員フリーみたいな、うん、っていう時代も来ないとも言い切れないなと思っていて、うん、でそうなると、うん、アメリカの映画とかでよく見る、うん、あの建設作業場に、うん、あのなんていうんですか、その場で、うん、何番っつって、うん、今日仕事ダメだったとか、うん、もらえなかったとか、うん、あれシェアですよね多分、うんうんうん、ただ能力は多分そこまで、うん、彼らの専門性はそこまで高くないのかもしれないですけど、まあ、そういう方向に行ってしまうと本当に、うん、あの貧しいそのね今日仕事がなかったっていう人たちが増える可能性はあるのかなと思うと、まあ、何でもかんでもシェアって言葉はすごくいい言葉で今ありますけど、なんか簡単っていうか、うん、あれだよね、まあ、その場しのぎじゃないけれども、うん、今
まあ、お金かけなくてもとりあえずこれちょっと今借りればこと済むしっていうような、うんうん、みんなで分け合ってっていう、うん、分け合ってっていうのはすごくいい言い方だけど、うん、実は結構気迫っていうか寂しいかもしれないね、うん、ただその時だけ都合のいい時だけ借りてっていうことの方向ではなくて、本当の意味のこうみんなで分け与えましょうっていう心のなんかこうシェアは、何痛みを分け合うとか喜びを分かち合うとか、そういう日本じゃ人間の基本的なことはまた復活してほしいっていうか、さらにね思うけど、物のシェアとかそういうのに行き過ぎちゃうと、それが逆方向に向いていくような気がします。下手したら家だってシェアになるかもしれないですよ、うんうん、今日君貸すよ。もうホテルも本当モーテルみたいなのがむちゃくちゃいっぱいできて、もう泊まれ、ものすごく安く泊まれて、でみんなタブレットスマホみたいなのを携帯でも時計、アップルウォッチみたいなので持ってるだけでお買い物もできるし、みたいな世代になると怖いですよね。物を持たない時代、資産を持たない時代。いや私なんか子供の時に全部自分のものにしたかったけどね。そうそう、そういう本能は多分理由はあると思うんで、まあ行き過ぎはしないと思うんですけど、欲しいなって全部買いたいなっていう、もう本当にそういう時代だったから、だから今の本当に若者たちは賢いといえば賢いなと思うよね。その容量も良いよね、うん、あの持たなくても、うん、それでこうなんていうの、気持ちが収まるっていうのがすごいなって、うん、新人類なんじゃないですか、うん、もしかしてだからそういうふうに思えるっていうのは、どういうふうに暮らしてきたらそうなるのかなとかと思うけど、そうだね、洋服一枚にしたって何じゃ、今でもやっぱりその物欲だとか、こうあるあるいうことしたいとかっていう欲がすごく私なんかあるから。今服知ってます？一月いくらで借りれるんですよ。そう、私もなんかそれ情報知りました。すごいなって、そんなの誰が来たかわからないの着れるっていう、クリーニングせず返せるんですよね。でそれをまたね我慢して、誰かが選んでくれたものを我慢して着れるっていうのが、いや私自分で選びたいし、自分の好きなの着たいしとかと思うから、ね、見て選びたいですね。そう見て選びたいし、だからね、その形あるものがどんどんなくなっていくんじゃん。だからデパートも必要ないし、バーチャルな世界というかね、ネットの世界の中で、あこれじゃあ欲しいから、じゃあこの服送ってください、あなたが選んだやつでいいよ、私こんな人なのって言って、へーっていうね。そのうち人間もなんかだんだんちっちゃくてプンって消えちゃうかもしれない。なんかね、いずれなんか音だけなんか聞こえるんだけど、ね、人影見えずみたいな。その最終形が宇宙人の方。あそこか。あそこじゃないですか。やっぱり音楽を通じて生のね、本当に演奏を聞いてもらって、こう心が何かを感じるっていうね。いうものをやっぱり訴え続けていきたいですよね、うん、そうですね、うん、で音楽ってそんなね、うん、なんか1000円で聴き放題、まあ聴く側としてはすごくリーズナブルでいろんな音楽が聴ける、でもやっぱりそこに作り出してる私たちの労力とかもやっぱりこうなんていうのかな、考えてもらえるものを提供してほしいなと思うし、うん、でそこを高いものっていうか、それだけの価値のものを手に入れるために一生懸命働くとかね、っていうことにつなげてってほしいなと私は思いますね。はい、うん、その通りでございます。本当そう思います、うん、ぜひね、その一人あの選挙権は一票で行ってほしい、ね、あれですね、あれ、うん、じゃないと選挙じゃないでしょ、うん、本当だよね。そういうこともね、ちょっと、ね、寂しいよ ね、そう小さな声で言うけど ね、まあここだけの話ですから、ね、まあ皆さんの心には何が残りましたでしょうか、はい、また来月、元気にお会いできる日をお楽しみにしております。お楽しみにして今日はおかしいね。私も井田さんも自分に敬語はい、お楽しみにしております。暑いので、はい、皆さんあの、ね、日焼け対策と、うん、あの水分補給と、はい、耳の掃除とね、耳の掃除とね、あれを頑張ってもらって無理せずにまたお会いしましょう、うん、はい、うん、翔子さんもライブ頑張ってください、はい、イベントでね、
ありがとうございます。またぜひ遊びに来たらしてください。はい、ありがとう。ではここら辺で皆さん、また先月も引き続き、一本締めで行きますか。行きましょう。引きずりますね。終わりました。行きますよ。よー。おそばさました。